はい、今日は超怖い話しガムとフェラムネを買ってきました。トップ成果から出ている超怖い話しガムです。この間も紹介しましたが、この日本人形の名前はレイコちゃんと言います。で、もう一つがフェラムネ、コリスフェラムネです。 不衛星人を探せあ不衛星人を探しなさいと書いてあります地球へやってきた不,不衛星人が入っているかもしれないっていう感じですこの2つで紹介を終わります あともう一つ後で紹介するものがあります。終わります。